はい、こんにちは。ということで今回は普段使ってない方言標準語で話す縛りやっていきます。で、ルールなんですけど、例えば暇人さんは標準語縛り、よろしくお願いいたします。敬語や普通で、紅茶さんは標準、紅茶さんイントネーションもダメだからね。今の今敬語やろみたいな、もうダメ。そうか、陰キャ転生さんは普段標準語だから関西弁なの。普段標準語なんで関西弁喋ります。はい、俺も普段から標準語だから俺も関西か。ディーディーさんは関西弁、うんうんじゃないな、うんじゃない、うんじゃない、せやねベロムさんも関西弁、せやで、馬面萩さんはいつも京都大学で関西弁使ってるんで標準語で、いや、ちゃう、あの、標準語で、ダメや、京大の、もしかして京大これ京大だから標準語、標準語でしょ、関西弁使っとらんて、使っとらんて、いやいや、だからその関西弁はダメだよ、いつも使っとらんて、京大でも京都でしょ、だって普段関西弁なんでしょ、でも俺はプライド傷つけてまで、あの、このゲーム勝ちに行くから何言ってんの。え、馬面が標準語喋んなきゃダメだよ。だから普段の時は。喋んなきゃダメ。あ、はい。兄弟ってバカかな。一緒にするなよ。あ、アホなんか。ヤクザは標準語だから。一緒にするな言うの。俺でも置いた弁使うの。地元の言葉を使う。地元の言葉使います。じゃあ。置いた弁とかあるの？ある。お前する？ちゃんと俺ら聞き取れんのかな？あるで。ないと思います。出発処置？ないんじゃないの？出発処置。もっぺん言ってもう体調券もう一回聞かせて。もう体調券これきつい。ちょけてるんじゃん。ちょけちょらんちゃ、ちょけちょらんちゃ、アウトやね、今ちょっとアウト。ちょける、え、ちょけるは標準語やろ。違います、違います、シャーシーはシャーシーはシャーシーシャーシーシャーシー、なに、なに、違う、ほな、ポーカーやらせてもらえますか。別にエグいは方言じゃないでしょ。エグだ、忘れよ、言い忘れちょったんやけど、手札豚なんやけど、間違ったら死ぬけん。分かったね、俺でストレスフリーだな。シャチーバンって言えよ、楽だな。ムカつくから殺すしか、いや急に襲われた時とか大変そうやな。指摘強いね。リリーさん、ここからやで。ここは標準語ですよね。リリーも指摘が指摘する時はそれ標準語やんみたいなこと言えばいい。関西のノリのツッコミ、関西のツッコミでちょっと指摘して、ではよし、やろー。今のはセーフ、今のセーフ。何が絶対出るねー、握りやねん。いや、今のセーフやろ。今のセーフか。本当に入れてる、本当に入れてる、本当に入れてる。上から2個入れるよ。入れんガチャ。イントネーションおかしいな。入れたよ。なんかクーさん人狼ですよ。クーさん人狼ですよ。焦げなことやっちゃった、人狼やわ。クーさん変でした。クーさん人狼ですよ。いや大変そうだな。紅茶班あー、暇人に殺されたって。これクーさん人狼ですよ。あー、暇人に殺された。クーさん人狼ですよ。暇人やばいっちゃ。これどういう意味ですか、それ。当たることはないやろ。特別に見かしてあげるね。暇人に殺された。暇人に殺されたっちゃ。これ暇人に殺されちゃう。暇人やって。嘘つき本当にやっとるけん。本当にやっとる。本当に死んでる、本当に死んどるけん。暇人来るやん。自分で降伏しただけ。これクンさん本当に自滅しただけ。これ本当にクンさん自滅しただけ。本当にクンさん自滅しただけ。言うてるでしょ。今言うてるでしょって。結局関西弁使ったから殺さなきゃいかんちゃうん。これマジーさん、マジーさん、クソもんねえわ。押してもらわな。クソもんねえわ。マジーさん、マジーほななお疲れな。やる気なくなった女。誰がおもろいねこんなゲーム。一瞬でやめたるわ。
こんなクソもんねゲーム、なんだ自分で攻撃すんなよ、カスガよ、マジで。開けてちゃないっちゃ。鍵ありますで、ね、ペロペロ鍵ありますで、ね、俺攻撃しまったんやけどな。イマジン西しましたな。これ京都弁みたいや。やっとりますか。やったで。ああ白熊コロさん、ええー、ねえんとちゃいますか。これ持って帰るで。ようやりましたな。やっちゃ次やろう。暇人にししたで。早くない？関西弁喋った。関西弁喋っとったわ。最低だな。あいつ傀儡だったら終わりだよ。ふぅ、まあ紅茶さんには頑張ってもらおうかな。味方がもう死んでると思ってへんやろな。大分弁にしかねえ単語使って混乱させちゃろ。お、クーさん。ん？クーさんや。ペニガキ、これ、これヨダキイケ持って帰っちゃってくれんかや。ペニガキ。これヨダキイケ、ヨダキイケ持って帰っちゃってくれんかや。あ、オッケーオッケー。ガチで喋れんねえけど。これ、釣れんちゃ。喋れんちゃ。何？初日から人肉でええか？イマジンの肉たんまりあんねん。いや、ここにクマいるでしょ。クマ漁ってくれ、ね、あ、オッケーオッケー。漁ります、クマ漁ります。はよ、漁れ。クマお願いしまんねん。めっちゃ片言だな。ダメダメ、マジで関西弁。ちょっけ、待っちょって。了解。これ何か船おる？船おるで。あと半分や。あー、オーケー、あるぞ。クンさんが右からなんか右で遊んできてるから、なんか右の両端の2つは。クンさん一死してるで。マジ？イマジンさん二死や。石炭いつで進めるごめん、お前できるでー、できるでー。え、イマジンさん西したってマジ？ここに、いつも隠れ取れました。何をしてる、何をしてる、お前は。何をしてる、何をしてる、お前。びっくりしたとちゃう。できるでー、できるでー。あ、運転しますよ。あ、運転しますよ。シチューできたで、シチューできたで、シチュー、シチューできたで、シチューどうぞ。行く？行くなんてちゃいますか？いや、普通のシチューやで。死ぬ気ないで。普通のシチューやで。置いといて置いといて。ちょ、目の前に置いとくから自分で管理してな。もう知らんで。もう知らんで。もうまだ見てるけど、もう知らんで。ゲノムさん、なんか大阪のお母さんみたいな感じになってるな。もうシチュー知らんで。私見とらんで、もうシチューキッチン前に置いてるから自由に取り。シチューまだ余ってるで、シチューまだ余ってるで。これ寒さが危ないんやけど、誰か運転変わってくれまへんか。お母さんだこれ。誰か運転変わってくれまへんか。運転変わってくれまへんか。しつこいなあれ。これ早く早く運転変わってくれ。早く。お母さん、いけちゃう、シチュー食いなあれ。運転運転。あ。あ、あと俺シチューキッチン前にあるで。お茶ありましたわ。お母さん、お茶でなんとかなりそうですわ。もうね、意味わからないぐらい船が。あ、氷山ぶつけちゃいました。だ、修理お願いします。天狼マジやねえかい。あ、あ、進みすぎやっちゃ。あれの進んじゃんかい。お、敵なんや。いいですね。いいですね。早よ持って帰ってくれ。
持って帰る持って帰る。配線に誰か。はい、え？あ、イキちゃんで。どうしました？配線に誰かオルゴトあるで。オルゴト？いや、でもオルチイオンやんかっちゃ。あ、なるほど。クッチョやんせ。あ、二人おるんかい。焦げな、な、なしてこげな進みよんの。ガチで面白いんだけどこれ。やばい、これなんか殺される気がするんだけど、銃で。シュー、2周目、シークリークで撃たれてんかい。いつも見て撃っちゃうか。あっ、一旦2個で進めようか。じゃあやめてください。進めるのはいいよ。ちょっと、殴られてる。馬面ぎ、何イモリオル、イモリオンかい。イモルイモルになっちゃう。ビビるみたいなこと。ビビるみたいなこと。いや何したらええねんこれ。今飯いりますか。ベロンちゃんお前。いや、飯いりますか。ベロンちゃんいりますか。ベロンが一番いりますか。ネイティブじゃん普通に関西弁。これ最後の動物シチューやで。痛い。曲げすぎちゃう。いや、じゃあこれちょうどいいよ。こうちゃん飯取ってってな。ありがとう。これ一回ダリンについたら分かるんでしょこれ。ちょうどいい位置にあるんよこれが。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。まあ、馬。はい、馬ずらはげです。イモルチと意味か教えちゃろっか。あはん、よし外した。今の馬ずらはげがイモリユルチこと。あ、そういうことか。わざと外したんだ。いや、わざとやじいちゃん。はいはい、今の馬面はぎちゃ、今の馬面はぎがよりよるっち、どっちのりよるっちことっちゃ。ああ、なるほどね、わかりました。今イモチョなんだ。はい、ビビるとかそういう感じの意味だった。そう分かっちゃう。なるほど。あ、おお、ああ、いや、まあこれ火薬さっき入れられとったから、まあ束縛やで。お前ちゃん、え、お前や。え、待って。お前やん。お前やん。ここで血ついてんの。あ、俺がなかったからいいの。何個開いたの？何個開いたの？ 1、2、3、4、5、6。6個か。5やで。5か。いや、お前やん。いや、お前やん。お前やん。お前やん。どう考えてもお前やん。何でつけたお前。何ですけど、何でも。いや、石炭2個あるってさん、こいつやで。いや、入れてない。全く入れてない。いや、お前、ボイラーつけたん、お前。ボイラーつけたん、俺やけど。お前やん。紅茶さん、お前やん。こいつやん。すいません、今、紅茶さん入れてないって言いました。入れてないよ。おい。入れてないよ。まずはお前からや。お前止まれやん。ちょっと待って。お前も黒やん、どう考えても。ちゃう。こいつやん。こいつや。早くよく持っとる。今、紅茶さんが入れてないって言いました。殺せ。こいつやっても言ってもうたマジで。言ってもうた最悪や。早く捨てるで。言ってもうた。言ってもうた。うわー、拾っとった。おもんなかったな。人肉シチュー3周目いけるで。やんちゃすぎやろ。おじいさん海外ちゃう。相方誰やねん。相方暇や。普通に暇人とかじゃないの。絶望やな。誰や思う。絶望やな。誰やな。でも関西人2人来た時点でお負けなんだよ。うん、負け。関西人弱いな。関西人弱いでほんま。面白ないな、マジで。面白ない。普段標準語で喋ってるだけあるわ。
取できたでー。焼き、なので焼き上手だ。外行くでー。ドッペロール、ドッペロール、ドッペロール、ドッペロール。余裕ある。え、キレ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 。これ誰や、今誰や、今誰や、今誰や。ディディ、俺目の前にいたで。俺目の前にいたで。普通にあの牢屋から来たんだと思うよ。飯余裕あるで、まだ。飯余裕あるで。俺ちゃうで。紅茶が黒、紅茶が黒。あ？あ、俺そうやで。いや、俺ちなみに食べれ。マジで。紅茶が黒、紅茶が黒。誰なんかちゃん。紅茶目線誰かちゃん。紅茶。紅茶目線、紅茶目線誰かちゃん。紅茶。紅茶。紅茶火薬4つ持ってたで。今ドッペル切った。飯。早く動かしてくれんかや。これいけんちゃ。誰か運転して。船長。船長何しょる。誰か運転してくんない。船長はいらっしゃ。着火せ着火せ。ああ違う。あの船長は船長クマ飛ばしちょったんや。ああナイスだね。何匹やった。あ、1匹だけ。まだ1。2匹目やろうで。2匹目やるで、2匹目。罠あるで。2匹目ちょっと待ってちゃう。はよ、行くでー。くたばれ、猿。今か。今まだ死なんか。はよ、殺すわ。ちょっと待てちゃう。ちょっと待てちゃう。いけない、飯あるで。飯あるで。飯くだ、飯あるで。いや、これ、猿に殺される。ちょっと。え、殺される。何黒ちゃん、いや黒二人割れとるやろお前。あれ実際黒誰なん？ピン焼きのドッペロールで、あ、やったで。買うやろ。ありがとうございます。ありがとう。今今牢屋から出たで。牢屋出た。了解。ニトロ怖いな。いやお前。お前や。お前や。マズラハギ。こいつやってか。こいつか、こいつや。石炭とかめっちゃ出てる。痛い痛い。いや普通に体力ローだからちょっとやめてほしい。あの斧投げるのはやばい。斧当たったら俺多分死んでた。やばい。マジで死ねる斧は。斧死ねるから俺。え、クマ出とるやん。クマ出とるやん。こっから呼ぶよ。クマ近いって。待て。あ。えぐいて。はや。奥で。あ、ナイスナイス。な、クマ、ずれ、罠ずれとらんか。いや、いける。よれ、右によれ。いいスライディング。やってくるだろ。これ、ニトロローディングするで。あ、でも、これでか。紅茶さん、どっちの強か気をつけてね。おくたばれ、猿。くたばれ、猿。撃つで。撃ってみろよ。わあ、おい、撃ってみろ。こっから降りるぞ。おい、止まれ、止まれ。やめろ。何をしてる。誰もいないのやばいな。マジであと、もう右だ。死ぬ。これを。あ、はよ寝かしやらんかい。いけばおちちちち、後ろ後ろの寝袋に。なにしようかや。死ぬで。くたばれ猿。いや、よこら。置いとくで、これ土産や。次、早こい。ストローリするぞ。あ、クンさんじゃないのか。今のはペイトル。次、近いらよ。これ、暇人さんや。確定暇人さんや。これ、暇人さんや。ほんまこれ、ペティガスに垂れとるぞ。これ、暇人さんや、ほんでかいらい。
ほんまに、これやってくれ。ほんまにマジさんやこれ。最悪だ。あ、あ、あ、かわいそうに、こうちゃん。ほんまだよね。ほんまだよ。レベル2ぐらいかな。お手間かってないよね。え？あー待って待って待って、くれくれくれ、やるでやるで。今、今クエンさん、いや怖い、クエンさん今包丁投げてきた俺に。いやもう芋になっちゃう。大丈夫、芋おるでしょ、芋おるよ。大丈夫やけど、芋になっちゃう。芋おるよ。えぇ、くれくれ、誰や、ゴタハンか、ゴタハン。はい、ゴタハン、どうした。はい、どうせ戻ってきた。これあげます、どうぞ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 、あげます。これどうしたどうした、私村です。どうした村です。どうした村です。どうしたどうした村です。これもあげます、これもあげます、これもあげます。暇人やったんか、あがた暇人やったんか。暇人さんです。グラムしかないな。暇人ハンと、あの霊界でコンタクト取りなはれ。ゴチャハン殺しましたで。ゴチャハン殺しましたで。あー、ゲッゲッゲッ、ほな行こうか。何が面白いねマジで、ほんまうざいんだ。どういうこと。ほんまに、ヒマジンさんが外来やったっさか。ヒマジンが外来やわ。いや、関西弁クソザココンビか。クソザコ関西弁コンビやったな。余裕やな、これディディ。また、マジでベノムさんずっと食堂のガチャンしてる。あ、死ぬ、これ、いや、これ前のドアが閉まった。これ今からここへ死にますわ。ほな、さいなら開けますね。あれちなみに、石炭持って帰ってきとる。石炭6つあるで。石炭ない。あ、あるんかい。6つあるで。石炭6つあるで。どうするで。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。どういうことや。なんでさ、開けたがりな。食っちゃうやんせ。待て。えぐいて。えぐいてぃ、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 えぐいやん。これ俺、これ俺サーベル取られとんねん。これ絶対これ人狼が取ったやろ。これ最後の戦いのためにこれ人狼が取ったやろ。あ、取ったん俺やで。石炭はあるで、石炭あるで、直すもあるか。くたばれ猿、直すもある。ナイスやで。なんで真ん中、何これ。もう着火しますで。なぜこの殴られてん、この殴れ、誰にこんな。え、これ誰、これわからんわ。あ、紅茶の頭や、これ紅茶や、これ紅茶の頭かい。余裕やったな。紅茶の頭で余裕やったわ。え、何これ、どういうこと。え、いや、暇人さん傀儡やったんちゃうか。暇人やねんこれ。医師いるかな、この場面に。あ、おら、医師いないわ。マジと紅茶だ。関西弁コピー弱いで。弱いで、ほんまに。聞いたけど、関西弁じゃなくて普通に関西弁とイントネーションで標準語喋ってるしな。なんだこいつらと思って。びっくりした。やっぱもう一回やらないか。もう一回やらないかんのやないんこれ。えぐい。そら、えぐいて。まあもう一回やらなあかんやん。どう考えてもやらなあかんやんこれ。あの、僕もなんかあの普段使わない言葉であの楽しみたいんですけど、馬面ハギは普段使わんやん。アイドルの人もおいで。いや、僕兄弟おったら関西弁じゃん。もっと飯しろ、もっと飯。シンガポール語、シンガポール語。俺もだいぶもう入る。楽しめない。シンガポール語、シンガポール語って言葉はね、ねえで。バカすけたないよ。エライデュートや。撃ったるで、お前。お前最初は弾が一発しかないことを忘れちょるな。あの、ちょるなって。最後の杯がたくさんいるみたいな。ちょるなって忘れちょるなって。これ関西弁じゃなくて敗北してたき。ちゃうんか。それちゃうな。全然違いますね。ちょるはあの、多分山口とかなんか
じゃあ全然違うよ。いや山口も関西弁。じゃあディ新庄地区人かや。ディディ。ショルバー山口弁やって。生まれも育ちも関西よ。そう低いて。ほら。めっちゃ妻から。勝利や。大分やで。めっちゃ妻。大分山口愛媛や。大分山口愛媛。お前ちゃうやんか。めっちゃ好きやろ。いや、ちゃうな、お前。ハムサハムニだお前、死ね。え、これディディ一死やろ。え、ディディは一死。え、そうですよ。ディディ。え、そうよ。山口は関西やろ。ディディ、ルール。いや、山口は関西。山口は違うじゃん。山口は関西。ディディは、ディディは一回死ぬよ。死ね。ディディは一回死ぬよ。待て。また。全部石炭1個出たで、石炭1個出たで、2個入れたで。紅焼き暇人派、暇人派、暇人派、アヘン、入れますか。くたばれ猿、入れますか。何しちょんかよ。紅焼きが、ベロ。紅焼きが石炭取っていってるよ。石炭持っとる、石炭持っとる、入れるで。紅焼きが石炭入れずに、今入れた。紅焼きが人狼よ。普通に、なんか暇人の人にちょっと関西弁ですよ。もう暇人ダメやろ。マジ当てたよー。インフォメーションに文句をつけるならみんな死にますよ。今ダメやん。今死にますよみたいなの。死にますよ。え、イントネーションに文句つけるならみんなさん死にますよ。死にますよ。死にますよ。リピートアフターミー。死にますよ。死にますよ。いやね。イントネーションに文句つけるなら、皆さん死にますよ。いや、死にますよ。死にますよ。ジオンやんか。イントネーションに文句つけるなら、皆さん死にますよ。いや、やから。いいですか。いいですか。自分を殺すなら、みんな死にますよ。なんでやねん。皆さん知りますよ。ペニガキさん、それ関西弁のイントネーションじゃないですよ。関西弁やねん。違いますよ。ペニガキさん、その関西弁のイントネーションじゃないですよ。ペニガキさん、そのマジで違いますよ。何しよんかっちゃ。いや、これ二人とも死なないいかんちゃ、これ。ペニガキさんも死にますよ。いや、えぐいでー。ディディさん、それ関西弁のイントネーションじゃないですよ。お前も死ねよ。死んでください。いや、死にすぎやろ。俺も全力で全員のこと殺しに行くわ。イントネーション違いますよ。イントネーション違うから、殺します。ディディもう死んだだろ。ディディもディディも死なないとあかんで。えぐいでーはあれ関西弁じゃないです、普通に。あれ普通に、あのえぐいでーのじゃあいつ普通に上に上がってもえで上がってもえぐいでーじゃなくてえぐいでーやもん、ディディが言ってんの。えぐいでーって下がらんとあかんのに、あいつディディえぐいでーって上がり続けんねん。あれ標準語のイントネーションやからディディ殺すまい。あかんやん、もうあいつアウトやん。ダメ。え、じゃあだらげたらいいん、これだらげたらいいん。俺でもこれディディ殺しに、ディディ殺しに行かないとだ。これでん、ここ開ければいいん、これ。そう、開けて。鍵持ってないわ、鍵持っとらんわ。え、ふーさん、ディディの発音が、あの上に上がってるんですよ。関西弁ちゃいます、あいつ。関西弁のエグイテはエグイテって下がるんですけど、DD さんはイントネーションがエグイテって上がってるんですよ。だから違うんですよ。あー、そうだ。関西弁マスターから言わせてもらったらあれはアウトです。あー、じゃあ殺しに行っちょかないかん、いかんな。はい、関西在住の俺からしたら全然平気ですけどね、あれでも。黙れ、パチモンの水しか取り柄のない県名。うまっ。意見分かれちゃう。一生作っとけ、早こっちに。滋賀県民。6分の1が穴のくせに。中身がありようなさそうじゃねえか。あ、ありがとうございます。開けて。もっちょらん。お疲れ様です。待ちおくよ。持ってきちょちゃうけ、待ちおくよ。雑魚してるで。ディディさん、あなたのイントネーションに異議申し立てがあります。関西弁のえぐいての場合の発音、キモいディディさんのえぐいてアウトです。上に上がってます、あなた発音が。お前やん。待て違います、お前やんじゃない、お前やん。
あの AD 一回下がりましょう。AD さんイントネーションがします。お前やんじゃなくて、お前やん。一回 AD 下がりましょう。ああ鍵あるで紅茶派。DD アウトやって。お前一枚来てな。分かった分かった。ちょ俺が殴られてる、俺が殴られてる、俺が殴られてる。一枚来てな紅茶派。ありがとうありがとう。やばい D さん死んでまう。いやいや、またやりた。関西弁マスターの目はごまかせません。目の目はい、なんでしょう今の。なんでしょう、ちょっと発言が標準語ですね、イントネーションが。なんでしょう。もういいって。なんかわかんのか。今の標準語ですよね。今の標準語ですよ。ギリギリ。なんかわかんのか。おいた方言警察ご覧けだけや。誰も取り締まれんけだけや。できるで。できるで。違います。できるで。できるで。一回下がりましょう。ベノムさん。発音が間違いです。ほら一回下がりましょう。ほら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 なんて言いません。ほらなんて言いません。キマジンさん、キマジンさん、キマジンさん、ベノムさんじゃなくてベノムさん、ベノムさんな、ベノムさんじゃないです。人の名前にイントネーションでそれカーのベノムさん、ないです、ないです。うるせえ。ないです、人の名前で。びっくり、頭悪すぎる。なんで人の名前で関西弁同様信号あんねん。コロッケやなって。お前も死ね。いや、お前やろ。ええ、レギュレーション、えレギュレーション違反やろ、こいつ。あ、あ、死ね。死ね。え、もう一死。ルール違反ってやつを、母が何なの。下手くそすぎて。俺は正しい関西語に使っちょる。ちょあるで。使っちょる。あるで。ちょるね。ちょる、もうちょるがダメやって。持っとるよ。ちょるはダメやっちゃ。ちょるは置いためやっちゃ。置いため。置いた。この企画。ペニガペニガペニガ。誰が。ペニガペニガペニガキ。誰が違反しちゃう。はい、ありがとう。暇人はどれ。暇人にしよう。暇人は殺すって。俺も喋ってる。もう何でもいい。何でもいい。何でもいい。こいつ全殺してる。こいつやばすぎまし言ってること。気持ち悪い。早く殺せてこいつ。死んじゃった。待って。キッチンキッチンキッチン。待って。これ誰が運転。運転台所やろ。え、馬さらぎは運転しとる。キバニさんにしとる。だからもういいや俺は。この野郎がぶつかっとる、ぶつかっとる。なんで、なんで、ええ、やばい、陰キャ天使、やばい。俺以外に誰にも触せることは許さねえ。え、俺の誰に触んじゃねえ。運転してたら殺された。何しちゃう。もう終わりやんね。これスクラップないよ。俺の誰に座っとんちゃうぞ。いや普通に誰海に捨てられてんだけど俺。はぁ何やってんの。ペニヤキヤ人狼ちゃうもんね。ほらなぁ。ペニヤキヤ人狼や。押してください。全部持ってからだ。足りないんだよね。開けちゃう。ありがとう。ペニヤキ殺したのか。お前がダウンサーしたせいだよ。カイラシチューできるで。これに座っとっちゃうぞ俺の。カイラシチューギチューできるで。あ、運転もういい、いいけ運転しときよ。あ、運転す。まあ、もうなんもないよ。あ、まあ。運転しときよ。運転す、運転そろ。わわわ。え、これチーカー最強しね。わ。ね、標準語が関西弁じゃなくて固有名詞やからイントネーション関係ないよね。いや関係ないな、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 関係ないなと関係ないよねだったらわかるけど、固有名詞やからな。ベノムさんとベノムさん呼び方はもう人それぞれだろ。固有名詞は。いや違う、それが関西弁標準語分けれへんやろ。そんなん
小田さん、なんか武器ある固有名詞のイントネーションで関西弁標準語は分けれへんわ。うわ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 マズラギマズラギマズラギ、もうちょっと後ろの方ですわ。マズラギはもうちょきよ。筋肉シチューあるで。あーそれ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 、あー、ドッペル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 、やった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 。インキャそっちそっちそっち、ちょ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 、これこれ、そいつも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 ドッペルや。待って、俺のドッペルが右側におるで。配線、配線の中におるで、俺。配線、配線、配線の中におるで、俺。配線の中から出るぞ。船寄ってきてね。じゃ殺してくれ。インキャインキャインキャ、撃たれた、誰撃たれたかな。前の方じゃない？まだこっちにトッペルおるで。弓矢持ってるで。あ？あ？今いた？今いた？え？今いた？おい、おるやろおい。どこや？いけいけいけ。おるやん、勝ったここ。え、じゃこれこれ。これこれ本物。あ、俺あの待って待って。あのね、今紅茶が解体攻撃って言ったの見たから、あの。ああ。コチャペン行けやん、コチャペン行けやん、あっちあっあったこっちあるで。俺らが俺らが戦っとんのに。こっちあるで、こっちあるで、ありがとう、ありがとう。帰らない、帰らない肉やで。飯あるで。ちょっと進めてくるわ。お前の仕事は飯を作ることや。そうやな、キッチンが戦場やな。ウェノムさんのイントネーションもアウトだろ。これ普通に。いやいやいや、最大の飯を作ることや。作ることや。な、なんやねんこの表紙関西弁。作ることや、作ることや。バズラギだけ絶対なかった。いやマジイントネーションあれあれありにしたら全員死ぬでこれほんまに。あのポーカーの時点で全員死ぬよ。いやマジ全員死ぬ。一個で食べると、一個で食べると何語だよ。何弁なんで。あの一個で食べると、じゃないじゃんもうそれはもう。船取られたか。いやいや、そげなことはできねえかな。なおさんかい。俺やで。あ、これこう壊れたのか。おたけ、おたけびあげてる。おたけびあげてるんですか。耳垣が向こうにおるわ。13周目できるでいい。狼ルートにおるわ。え、コケ、ベノム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 。コケおるで。あ、あれ、あれどうする。僕、キッチンやで。シチューできたで。あ、ごめんなさい。後ろから近づいてきてん、誰だ。シチュー、キッチン置いとくで。あ、これ偽物、偽物、偽物。入った、入った、入った、入った。後ろおるで、これ。あー、死ねられた。ごめん。イージーイージーゲイ、カモンカモンボイ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 、イージーイージーゲイ、イージーイージーゲイ、イージー。
イーシーゲームか、イーシーでなんかずっと出なかった熊わかる熊わら何個持ってますか熊わら1個しか持ってねえわ2つ作る俺が適当ここにスクラップ投げといたからこれもあれば結構作れ作れますせ3つあれば大丈夫でしょ飯あるからキッチン前から持ってきてなまあこれ明日みんなで行こうか。うん、こういう時ベノムとかインキャテンス船で喋れてない。いや喋らこいつら喋らんの反則やろ。配線に今いたね今。おばバズラーキはもうちょい喋れよ普通に喋れんだからお前は。ワンちゃん死んだかなと思ったけど多分生きてるっぽいね。これはまだ誰かまだ誰か。はい、ちょっともう来ます。あ、四つあるな。上注意せなあかんで。見てて、先生、弾持っちゃう？ああ、持っとらん。ああ、持っちゃったらあげるで。ああ。おおきに。バカ。何っしょ？え、何っしょ？え、何っしょ？バカ。ああ。何しちゃうの？バカ。白いだ。魔法だらが。ダウンしたでぁ。あ、俺もどっからなんか撃たれてた。銃持ってるで。あー、これはもう終わりやで。なんとかなったかなぁ。これきっちりは俺あとウマヅラハギだけやな頑張れウマヅラハギあウマヅラハギやどうもこんばんはこんばんは皆さんどうしはったんですかウマヅラハギ早く殺せちゃう殺していきまーす普通に標準語やろ今のあーバレてたあうん、暇人が悪いわよ暇人悪い俺2指目は何が起こったの暇人さんえ、違う、俺一番意味が違うそう、あのベノムさんのさ、あの固有名詞のイントネーションが違うとかいうわけわからんいや、悪いな固有名詞で、あのイントネーションでさ関西弁標準語なんてあるわけないやろ、どう考えてもある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 え、いや、でもなんかでもなんかインキャさんみたいなやつってことインキャさんインキャさんインキャさんえ、でもそれ言うんやったらなんかさあのインドネーションなんかちょっとおかしくねとかいうさ標準語同士でもあるや間違いが普通に成立しちゃうとかいうほなそれ関西弁なんか言われ成立しちゃうとか言う成立しちゃうとか言うちょっとだけ標準語のままならちょっとおもろいあの俺の加盟者が誰もいないんだよなと。いや、もう、何してるか分かんない。殺せん、殺せん。何言ってるか、何言ってるか分かんない言葉一人喋ってるみたいな。途中でなんか、多分あれだよ、ちょっと変なこと言っても多分バレない。全然バレない。変なこと全然バレない。